ただいまんこ。ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。先週末にモーニングルーティーンについて動画を上げたんだけど、そのコメントにナイトルーティーンもあったら見たいってのがついたから、今日は特別に見せちゃうわよ。欲張りさん目。まあまず仕事から帰ってきて一発目はヤニ休憩ね。これがないともう動けないわ。本当は帰ってきてすぐシャワー浴びちゃいたいんだけど、お風呂入ったり飯食ったりした後もう全部やる気がなくなっちゃうから、まずはタバコ吸ったらもうやらなきゃいけないことを全部やっちゃうことにしてるわ。今の時間が19時で、まあ1時にはちょっとベッドに入りたいから、だいたい6時間かっつめでやっていくわよ。やらなきゃいけないことその1は、まあうちで飼ってるペットとデュビアちゃんのお世話ね。霧吹きとか水やりは朝のうちに済ませてるから、水入れを入れてないバナナヤモリちゃんだとかタランチュラちゃんたちは夜も霧吹きで水をぶっかけてるわ。あらあらと霧吹きが終わったら次はペットの餌を用意するわ。用意する餌は主に3種類。1種類目はタランチュラだとかサソリちゃんだとかカエルちゃんなんかに使うデュビアと、あとはヘビちゃんなんかのマウス。そんでもってデュビアちゃんだとかペットローチの人工飼料。主にこの3つ。あとメダカちゃんにも餌をあげてるわね。ヘビちゃんのご飯は昨日あげちゃったから、今日はカエルちゃんだとかタランチュラちゃんのデュビアと、あとペットローチデュビアにあげる人工飼料を準備していくわ。あと完全にまた忘れてたわ、メダカちゃんにもご飯あげないとね。夏とか春とかだったらメダカちゃんにご飯をあげたついでに卵産んでないかとか確認するんだけど、もうシーズン終わりだから産んでないわね。また夏になったら頑張って繁殖しちゃってちょうだい。ちなみに私の最近の推しメダカはこのワスミちゃんよ。まあ黒容器で黒い生き物飼ってるから全然動画映えしないわね。まずはじめに準備したのは爬虫類両生類用のデュビアね。このデュビアちゃんたちにこんな感じでキャルシウムパウダーをぶっかけてあげてるわ。なんか今日いつもよりちょっと少ないわね。まあいっか。ご満悦じゃないの。かわいい。もう一発いくかい？もう今日はいい？あ、そう。うちのバナナヤモリちゃんね、ピンセットから餌食べてくれるのよ。結構ビビリが多い種類って聞いてるから、ちょっと嬉しいわ。モリアオガエルちゃんと、シュレーゲルアオガエルちゃんね。まあこんな感じで置いといたら次の日にはなくなってるわ。ちなみにシュレーゲルちゃん、機嫌がいいとピンセットから餌食べてくれるんだけど、だいぶあんたわちゃわちゃね。ミルキーツリーフロッグちゃんはちっちゃいデュビアを集めてまた後であげるわ。かなり前に動画にした腕の悪いアズマヒキガエルちゃん、ちょっと私のミスで殺しちゃったのよね。正直未だになんで死んじゃったか分かってないわ。前日まですごい元気だったんだけど、まあ私の勉強不足で死なせてしまって本当に申し訳ないことをしたわ。あとはマレーキャンサーちゃん、調子いい時はピンセットから食ってくれるんだけど、今日はなんか嫌みたいね。食べなかった場合は弱らせたデュビアちゃんを置いておくわ。ちょっと餌ちっちゃすぎたかもしれないわね。タランチュラちゃんにはデュビアの成虫をあげてるわ。ちょっと一瞬カメラ離した隙に食べてるんだけど、あんた空気読めないわね。出世できないわよ。続いてミルキーツリーフロッグちゃんの餌、デュビアの SS サイズくらいと、あと細わらじ虫を混ぜて毎日あげてるわ。まあこんな感じで置いときゃわちゃわちゃ食べるって感じね。続いて餌をあげるのはマダゴキちゃん。主にあげてるのはこの金魚の餌だったり熱帯魚の餌ね。まあ何でも食うから適当よ。そんでもってケニアリッターローチちゃんと細わらじ虫ちゃん、パラパラと熱帯魚の餌分巻いておくわ。あと細わらじ虫ちゃんはたまに爬虫類用のカルシウムパウダー分巻いてるわね。続きましてシックススポットローチちゃんとセンチュリオンポーセリンローチちゃん、クッパ襲われてマンガな。餌ほぼ毎日あげてるからちょっと少なめにあげてるわ。食べ残しあるとねダニとか湧いちゃうから嫌なのよね。少量のご飯を頻度は多めにあげる。なんか筋トレしてる人と同じような感じのご飯の食べ方ね。あと動画にはしてないけど最近こっそり買ってたバンワエレベキちゃん、マダゴキちゃんコンプリートひっそり狙ってるのよね。
あとは私の推しゴキブリ、ヤマトゴキブリちゃん。まあ、あげる餌は大体熱帯魚の餌、もしくは私の野菜の切れ端ね。同じく日本在来種の森茶羽ゴキブリちゃん。ちょっと乾きが気になるから先に霧吹きだけしておいたわ。在来種パート2、大ゴキブリちゃんの子供。子大ゴキブリね。変な日本語。サイクル的に大人が死んじゃったのがちょっとショックね。ちょっとそろそろ床材も変えなきゃなーって感じね。この子たちは毎日は世話してないんだけど、本当にたまーに1週間に1回ぐらいちょっとだけ熱帯魚の餌巻いてるわ。これ面白いもんでね、食べるのよね。まあ、食べるってことは入れといても問題ないでしょうって感じね。シックススポットローチちゃん。増えすぎたからまたケース分けしないといけないわね。ちょっと最近忙しすぎて管理が雑で申し訳ないわ。日曜日まで待っててね。熱帯魚の餌だったり、スペシャルディビアちゃんフードだったりを食わせてるわ。マジでこれ私間違えて人殺したらこん中ぶち込んどこ。完全犯罪成立するわよこれ。続いてデュビアちゃんの餌をあげるわ。私の特製の餌にお湯をぶち込んでいい感じにしたもの。まあ見た目も匂いもあんまよろしくはないわな。まあこんな感じでデュビアちゃんの餌皿回収してきて、古い餌を捨てたらここに盛り付けて持っていくわ。いやーこぼすよな、やっぱり。いつもそう。わざわざ餌皿をこうやって外に出して餌を入れてるのは、さっきみたいな感じで餌こぼすこと結構あって、こぼしちゃったらね、やっぱケースの中不潔になっちゃうじゃない。もう私は自分のキッチンの床を犠牲にしてデュビアにご飯あげてるわ。ストイックでしょ。まあ、あげる餌の量は結構少なめね。そっちの方がね、やっぱ清潔感が保たれていいのよね。トレーニーと同じような食事方法よ。こんな感じで餌をセッティングしておいたら、まあ、次の日の朝にはほぼほぼなくなってるわ。群がって食べてたから、動画撮ろうとして蓋開けたら、半分ぐらい逃げてったわ。一応これでデュビアちゃんの餌やりは終了よ。餌あげ終わった後、掃除機かけるってのもルーティーンなんだけど、まあ、掃除機かけながら動画撮ろうとしたらやかましすぎたからカットしたわ。これで生き物関係のルーティーンは終了よ。あとはまあ全部の作業が終わったら必ずドアの閉め忘れがないかだけは確認してるわね。あら、下パンツなの忘れてたわ。まあいっか。生き物のお世話が終わったら洗濯物をして、まあご飯炊いてっていう普通の味噌汁独身男性のルーティーンをしてるわ。洗濯物だとかご飯が炊き上がるまではじゃじゃーん、洗濯物と炊飯が終了するのが、まあ、大体30分かかるから、その30分の間はベースの基礎練をしてるわね。家事をもろもろ終わらせてお風呂入って地獄みたいなご飯を食べてたわ。冒頭にも話した通り、私飯とか食べた後なんかやる気完全になくなっちゃうから、まあいきなり有意義なことしようとしても体全然動いてくれないし、動画編集とか全然できないのよね。だからまあ腹ごなしの散歩も兼ねて、夜の分の発想があったらお散歩がてらコンビニまでゴキブリちゃんを発送しに行ってるわ。ちょっとした楽しみはコンビニでアイス買って食べながら歩いて帰ることね。それぐらいしか楽しいことがないんですわ。てなわけで発送も完了したから、今日の私のしなきゃいけないことは全部終了よ。今がだいたい21時くらいだから、そこから4時間ぐらい動画編集したりヤフオクの出品をしたりで1日が終わるって感じね。カメラ目線かわいいね。それじゃあ今日の動画は以上よ。ゴキブリ紳士のみんな、良いゴキブリライフを。ゴキブリ最高のゴキブリ最高のゴキブリ最高。